宇宙船、スペースシップ2とその母船ホワイトナイト2バージン、ギャラクティックはバージングループ会長のリチャード・ブランソンが設立した宇宙旅行ビジネスを行う会社である。かつては宇宙旅行の他に衛星打ち上げ事業も担っていたが、衛星打ち上げについては2017年にバージンオービット社へ分社されている。スケールドコンポジッツ社より技術提供を受け再使用が可能な宇宙船。 スペースシップ2を開発しており、米国ニューメキシコ州にスペースポートアメリカ、スウェーデンの北部にスペースポートスウェーデンを建設している。スケールドコンポジッツ社はスペースシップ1の弾道飛行によりアンサリ、エクスプライズに勝利し、賞金1000万ドルを獲得したことで知られる。2013年10月現在宇宙旅行者の募集中であり、740人が代金を、 支払い済みである。世界で最初の宇宙旅行者100人はファウンダーと呼ばれ、日本人は平松孝さん、稲見則明ら3名である。ファウンダー以外では山崎大地らが宇宙飛行を行う予定である。日本における公式代理店は東京都新宿区の株式会社クラブツーリズムスペースツアーズである。2019年10月18日。 ニューヨーク証券取引所に上場した。初値は12.34ドル。初値を元に計算した時価総額は約10億ドルとなった。宇宙旅行会社の上場は世界初となった。2021年7月11日、創業者のリチャード・ブランソンら6人がが登場したスペースシップ2が高度 80km に到達し3分間の無重力体験を行い、 一時間後に無事帰還した。宇宙旅行の飛行プランバージン・ギャラクティック社は年500人の観光客を1人当たり25万ドルの料金で宇宙へ送る計画を立てている。1960年代から2007年まで1 0 0トル以上の高さの宇宙に到達した飛行士は448人しかいない。バージン・ギャラクティックは毎年これを超える人数の 観光客を宇宙空間に送り込むことになる。飛行は弾道飛行で大気圏と宇宙のおおよその境界とされる地上1 0 0キロメートルを若干超える高さまで到達することになっている。完全な無重力になる時間はおよそ6分間を予定している。将来的には軌道上を周回する宇宙機の投入も計画している。2012年5月には 連邦航空局より高度 100km の宇宙空間で試験飛行を行うための許可が交付されており、2013年4月にはロケットエンジンを使用した飛行試験を実施、高度 17km まで到達した。2013年内には高度 100km 到達させるとした。2013年9月5日、2度目の飛行試験に成功。 高度約1 3トルから2 1トルまでをロケット動力で上昇した後、フェザリング技術を使って加工した。2014年1月10日、スペースシップ2の3回目のテスト飛行に成功。3回目となるロケットエンジン噴射飛行で、これまでの最高高度となる7万1000フィートを記録した。2014年10月31日、 アメリカカリフォルニア州のモハーベ砂漠でスペースシップ2が4回目の試験飛行中に何らかの原因で爆発し墜落したと発表。母船は無事に帰還している。2015年7月28日、米運輸安全委員会が死亡した副装重視による誤操作が原因だったとする調査結果を公聴会で明らかにした。2016年12月、 飛行実験を再開。スペースシップ2の2号機、VSS ユニティが12月5日、12月22日の2回母機からのグライダー飛行に成功した。2018年4月5日、2014年の事故以来、初めてスペースシップ2のエンジンを使った試験飛行を再開し、成功したと発表した。2018年12月13日、VSS ユニティが 米空軍の定める高度 80km 以上の宇宙空間に到達し、史上初めて民間の乗客を乗せるために作られた有人宇宙船が宇宙に到達したと発表した。2019年2月の飛行後は危機器の不良などでテストが延期されたが、2021年5月に再開。2021年7月11日、創業者のリチャード・ブランソンら6人がが登場した。 スペースシップ2が高度 80km に到達し3分間の無重力体験を行い1時間後に無事帰還した。スペースシップ2はバージン・ギャラクティック社が運用する宇宙旅行者向けの弾道飛行スペースプレーン。母機であるホワイトナイト2から空中で分離された後、高度 80km 以上の宇宙空間を目指す。第1弾の VSS エンタープライズは 事故で失われたが、2号機の VSS Unity は宇宙空間に到達した。スペースシップ3は、スペースシップ2の後継機となる、弾道飛行スペースプレーンで、使用や運用方法は、スペースシップ2を踏襲するが、外観が鏡面塗装になっているほか、内部構造がモジュール化されるなど大幅な改良が図られている。1機目となる、 VSS イマジンは2021年3月に発表された。また並行して2期目の VSS インスパイアも建造中としている。ランチャー1は2012年7月にバージン・ギャラクティック社から発表された人工衛星打ち上げ機である。低ロードの重量が 100kg の小型衛星を低軌道に投入するために設計され、2021年に初打ち上げを果たした。 ジョプテックス、スカイボックスイメージング、スプスフライトサービスやプラネタリーリソーシズを含む複数の商業顧客はすでに打ち上げに向けて契約した。サリーサテライトテクノロジーとシエラネバダコーポレーションはランチャーワンに最適化した設計の衛星バスを開発中である。2012年10月、バージン社はランチャーワンは太陽動機軌道に2 0 0ラムを 投入可能であると発表した。バージン社の計画する市場は、重量 100kg のペイロードを太陽同期軌道へ1回あたり1000万 US ドル以下で運ぶ予定で低軌道へのペイロードの最大重量は 230kg を予定する。バージン・ギャラクティック社は、ランチャーワンの概念を2008年末から開発作業していて、最初の技術的な仕様の細部は2009年末に記載した。 ランチャー1は使い捨ての二段式液体式空中発射ロケットでボーイング747コズミックガールから発射予定である。これはオービタルサイエンス社で使用されるペガソスや小型版のストラトローンチの使用に似ている。エンジンランチャー1は RP-1 ロックスを推進剤とするニュートン液体燃料ロケットエンジンを使用する二段式の空中発射式ロケットである。 第2弾は、水力 16KN のニュートン1を動力とする。第1弾は、基本的に、ニュートン1と同じ技術で、大型化された、設計の水力 211KN のニュートンタと、呼ばれるエンジンである。両方のエンジンはすでに設計され、2014年1月、現在製造された。ニュートン1は、実機での使用時間である5分間の燃焼試験が、完了した。 ニュートンタワー2014年初頭に複数回の短時間の燃焼試験を実施した。バージンギャラクティック社の技術者たちが5回目の試験時に、重脂が主成分の燃料が爆発して、試験装置が破損した。ありがとうございます。